津消防署にやってきました。今日はですね、消防署員の皆さんがどのようなことをしているのか伺っていきたいと思います。あれあれあれ、こちらは、こんにちは、これは、こんにちは、水難事故が発生したときに対応する資機材になります。こちらの水難救助隊は川崎市北部の水難事故の任務に当たっています。訓練を積んだエキスパートということですね。その通り、器具を見させていただきました。チェーンノットという編み方なんですけれども、もうバラ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 と溶けていく、これは、はい、陸上ではほとんど使ってませんけれども、水難の時には必ず使っている。うわっ、現場ではこれを担いで走ると思うと驚きですよね。いや、大変だよね、失礼します。触ったね、鍛えてますね。水難救助の際はこのようにウェットスーツを着て任務に当たっています。命に関わることだからね、重装備になりますね、体に合わせた動きやすいウェットスーツが用意されています。ボンベとかもたくさん置いてあって、こういったものも常に点検チェックして、いざという時のために備えているということですよね、はい、そしてですね、こちら水災害対応車の上に注目です。なんと救助用の、ね、ボートが乗ってるんですよ、知らない、ね、びっくりですよね、上に乗っかってるんだ、はい、それではラブ川崎スタートです。皆さんおはようございます。今回も川崎の情報満載でお届けします、はい、いや、水難救助隊の皆さんかっこよかった。もうね、腕筋が違うから、腕筋が、もうでもあれがもう装備だよ ね、本当にね、あの筋肉があるからこそ救助隊なんですね、皆さんね、もう終始興奮してましたけど、ね、久本さんレポートうまくないですか。うまいじゃないですか。ちょっと待ってください。ちょっと待って、しゅうこさん、はい、私ね、先輩ちょっとね、やっぱね、久本さんロケ行くこと少ないので、はい、ちょっとね、若干の違和感と言いますかね。そうですよね、私もね、うん、ドキドキしましたが、あの水難救助隊の皆さんは、うん、あの水難救助の際はもちろんなんですけれども、はい、あの浸水の時も、うん、はい、あの活動されているということで、はいはい、もうね、大活躍ですよ。なるほどね、でもああいう方々がいるから、やっぱりね、僕らもね、安心ですよね、うん、そうですよね、ということで、うん、今回はですね、はい、みんなで守る火の用心がテーマとなっております、うん、はい、皆さん火災予防していますか。なんかこれといってはね、やってないですけど、うん、まあ、あの最近もう乾燥ねしてますから、空気が気をつけなきゃいけないなと思ってますけど、そうですね、うん、やっぱ乾燥してくるとどうしてもね、火の元とか危ないって言いますよね。そうですよね、うん、あの去年川崎市内ではですね、うん、374件の火災が発生したんですね、そしてちょっとこちら ね、ご覧いただきたいんですけれども、うん、こちらは月別の火災件数を示したものなんですが、うんうん、何か気づきませんか、うん、あ、でもやっぱ秋から冬ってか冬がやっぱり多いんじゃないですか、うん、しゅうこさん、はい、正解です。やった。あの寒い時期は学校会は授業、寒い時期は、ね、特に、ね、やっぱり気をつけないといけないんですね。まあ、そう、やっぱ乾燥してるからでしょうね。ただね、やっぱりそのなんか原因って何なんでしょうね。確かにいい質問ですね。原因は何でしょうか。はい、はい、今回はですね、うん、高津消防署の予防課の方にお話伺ってきました。予防課の皆さんですか。あ、よろしくお願いします。なんかバッチの、はい、マークが違うんですけど、はい、これは階級証と呼ばれるものになりまして、はい、金色の量と星の数で階級が決まっています。ちなみにどちら、私の方が星は多いんですけど、こちらの方が金色が多いのでこちらの方が偉い人です。偉い人ですか。ケレ、そうですね、もうちょっとこう手をこういう感じですかね。ケレ、ちょっと前ですね。署員の方の活躍もあって去年の同じ時期に比べると火災の発生は減少しているんですが、火災の原因で多かったのは何でしょう。何だろう、コンロとか。火災の原因は何なんですか。一番多いのは、はい、火災の原因の1位は放火になります。放火、はい、次は、次はコンロですね。あ、油ってことですね。そうですね。3位は、3位はタバコになります。なるほど、はい、うん、1位は、ね、放火なんですね。びっくり。でも予防できるんですか、ね、ちょっと聞いてきました、うん、あの一番はやはりあの家の周りに燃えやすいものを置かないということ、それから、鍵の管理をしっかりするということ、
あとはですね、なるべく家の周りをですね、明かりをつけていただいて、明るい形にしていただくということですね。空気が乾燥して風が強くなるこの季節、はい、特に放火に注意してほしいですね。だから火災の元になるものを置かないということですね。場所は変わってノクティプラザにやってきましたけれども、はい、これから消防の立ち入り検査をしたいと思います。立ち入り検査、はい、どういうことをするんですか。はい、じゃあ私たちについてきてください。はい、行きましょう。ついていきますか。行きましょう。市民の皆さんが安心してさまざまな建物を利用することができるよう、防火に関することを確認し、必要があれば指導しているんですね。使用期限とかもあるでしょうしね、消火器の、ね、天井にああいうスプリンクラーがついているんですけど、ああいうところが届かないところを警戒するような散水栓という設備になってまして、はい、その設備がちゃんと点検しているかな、今も使えるかなっていうのをチェックしています。シャッターの感知器閉鎖障害となるものはありません。はい、防火シャッターの方ですね、下に何かこう降りてきた時に障害物がないかですとか、そういったところを確認して、まあ、安全に逃げられるかどうかというのを避難経路の確保を確認しています。日頃から皆さんに気をつけていただくために、こういうふうにこまめなチェックが皆さんにとっては必要ということですよね。そうです。皆さんも普段から火災予防を心がけましょう。よろしくお願いします。はい、いかがでしたでしょうか。さっさ真ん中じゃなくていいんじゃないか。最後センターでしたね、うん、キャンペーンみたいになっちゃってるなんか。まあ、高津消防署の予防課の皆さんのお仕事だったということだったわけですけれども、はいはい、いかがですか。いや、ね、でもやっぱり見てると日頃から予防することを心がけるっていうのが何よりも大事なんですよね。やっぱ意識なんだよね。だからコンロとかやっぱタバコというのは自分 の、 そのミスといいますか、だからちょっとしたことを気をつければそれなくなるということですもんね。そうですね、本当に日頃のもう本当に、ね、小さなことを積み上げていくということで火災予防をたくさんできることがあるんですよ ね、うん、ね。予防課の方もおっしゃっていましたけれども、うん、身近なことの一つとしてこちら出ますかね、住宅用の火災警報器、はい、こちらの、ね、設置が重要なんですよね、はい、皆さんの家庭にはついてますか。ついてますよ。ある、はい、ある、2、3個、うん、何個あるか分からない。点検と手入れちゃんとしてますか。あの点検は来てくださいます。1年に1回とか、はい、なかなかお手入れとかはしないですね、うん、どうするの。ホコリを取ったりですとか、あの試験用で音が鳴るかどうかのチェックとかも、ね、できたりするんですよ。あ、その音もじゃあ簡単に止めれるんですね。そうなんですよ。やった方がいいですね。ではここでですね、市民の皆さんの火災予防の意識を聞いてきました、はい、こちらをご覧ください。市民の皆さんは住宅用火災警報器をつけているんでしょうか。皆さんに聞いてみたいと思います。あ、これ、はい、つけてますね。あ、何台あるかって分かりますか。家に各部屋につけるように多分指示を受けたと思うんですけど。お手入れってしてますか。あ、手入れは全然してないです。点検とかは。いや、つけっぱなしなのでいつつけたかもちょっと記憶にないぐらいですね。点検してますか。つけたばっかりだから。つけたばっかり。じゃあ点検してください。お手入れってされたりしてますか。いや、まだ1年半ぐらいなんでやっておんないですね。何か火災予防で何かされてることってあります。防災の道具を少し持ってます、うん、あ、もっと火災予防を意識しなくてはというのが実感ですね。一人一人の意識ということですね、本当にね。私もね、住宅用の火災警報器チェックしないといけないなと思いましたね。これ誰？すいません。はい、先ほど予防課の皆さんとはまた違うユニフォーム。皆さんは？これは、地元の消防団。今日は何人いらっしゃる？後ろからも、はい、お父さん。消防団は消防署と連携しながら活動しています、はいはい、地域の皆さんが自分たちの住む町を守るために活動しているんですね。頼りになります ね、 そうですね。この日もですね、消火訓練を見させていただきました、はい、皆さんね、素早い動きでね、素晴らしかったです。すごい。皆さんは消防団ということですので、他にもお仕事と併用してされているということですよね。仕事以外にも活動できるので、まあ、大変ですけどもやりがいのあるような仕事だと思います。いつでもそういう出動ができるような状態を心がけながら日々やってます。
人助け的なものができる機会というのはないのかなってかねてから思ってまして、で、まあ、たまたま地元で知り合いになった方が消防団だったので。高津消防団の皆さんのこう空気ってのはいかがですか？めちゃくちゃ楽しいですね。あ、本当ですか、はい、楽しいですか、はい、めちゃくちゃ楽しい、はい、ここで大切なお知らせがあります、はい、消防団の方が使っていたこちら、うん、消火ホースキット、うん、実はですね誰でも使えるそうなんです。誰でも、私でも使えるんですか？もちろんです。え、簡単なのこれ？そうなんですよ。こちらが消火栓に、接続するスタンドパイ、こちらが消火栓を開ける鍵となっております。大きな地震が発生したときは火災が多数発生することが予想されます。それで瓦礫などで消防車の到着が遅れることが予想されますので、地域の住民の方が協力して初期消火をすることができるようにと川崎市内の各避難所に配備しております。はい、今回私もですねアドバイスをいただきながら使ってみました、うん、確かに知っときたいね。そうなんですよ、うん、はい、ではあそこで火事が起こっていると想定してホースを伸ばしたいと思います。かしこまりました。はい、行きましょう。はい、消火ホースも消防隊が使っているものよりも軽いんですよね、はい、はい、割とね簡単にねできましたよ、うん、はい、うん、投げる、はい、難しい、ね、大丈夫ですか？訓練されている方ができることだ。ホースに始め。そうです、そうです。あ、来た、はい、あ、来てる、来てる。あ、すごい勢い。どうですか？ちょっとびっくりしましたけど、でもこれなら女性でも子供でもそこまで水圧じゃないので多分放水できますね、はい、うん、はい、あ、大丈夫、はい、自主防災訓練などでも練習ができますので、ぜひ体験していただければと思います、うん、ストップ火災。なるほど、いかがでしたか？まあ、やっぱり一人一人の意識といいますか、うん、そういうのもありますけど、やっぱ僕ね前幸い消防署に行った時も、うん、消防団の方いらっしゃったんですよ、うんうん、やっぱ頼りになりますよ ね、 そうですね。皆さんやっぱ地元を守ろうという気持ちが強いですから、うん、消火ホースキット、はい、あれはでも私とも使えそうですね。そうそうそう、本当に誰でも使うことができるので、うん、地域の訓練でね、はい、体験することもできるんですよ。そうなんですね、本当に小さなお子さんでもできますから、うん、ぜひ何回かやっておくと、うん、いざという時に本当に役立ちますから、うん、確かに、はい、ぜひやってほしいと思います、はい、何よりも本当に皆さんが防災意識を強く持つっていう、そうね、本当に意識なんですよ。そこなんだよ、はい、やっぱりね、それが大事だということで、うん、はい、ではいきます、うん、ストップ火災、うん、皆さんもご一緒にせーの、ストップ火災。久本さんありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いてはプレゼントです。今回は岡本太郎美術館から来年1月28日まで開催されている企画展、岡本太郎とメディアアート山口勝弘受け継がれるもののチケット、ペアで3人の方にプレゼントします、はい、ご希望の方は12月2日土曜日までにご覧の宛先までご応募ください。番組ホームページからメールでも受け付けています。重いね、ご応募お待ちしております。お待ちしています。どうでした？私いやもうバッチリだと思います。まあ、もうそれ修子さんが言ってあげてよ。まあ修子さんがやっぱ高圧的なんだな、うんうんうん、まあこの後ねダメ出しがあるかもしれませんけどもね心して受けたいと思います。怖いよ。また来週です。バイバイ。